アレホベラは、スペインの画家である、カスティーリャラマンチャ州、グアダラハラ県のビニュエラスで生まれた。地元の学校の教師が、絵の才能を認め、グアダラハラ県に美術を学ぶための奨学金の申請することを勧め、申請が認められ、1850年から、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで学び、卒業後は、フェデリコ・デ・マドラーソの工房でも学んだ。 1856年のスペイン国内の展覧会に出展して佳作を受賞し、1868年のスペインの全国展でもメダルを得た。講演者を得て、1860年からローマに留学した。留学中にスペインの全国展に出展し、高い評価を得た。1871年からマドリードの商工会議所の天井画を描き、 1874年からマドリードの美術学校の教授を務めた。1876年にはフィラデルフィア万国博覧会にも出展した。1878年から再びローマに滞在し、1881年にスペインに戻り、その年亡くなったフランシスコ・サンスカボットの公認としてサンフェルナンド美術アカデミーの教授になった。ありがとうございます。